皆さんこんにちは、はるかです。今日は環境問題のお話と、あとはプラスチックのゴミを減らしていくためにどういうことができるのかっていうこと、あとは私が最近ライフスタイルをどう変えていってるのかっていうようなお話をしていきたいと思います。前回環境問題について話したビデオと同じ内容もあるんですけど、追加した行動もいくつかあるので、よかったら参考にしてみてください。私はサーフィンを普段するので、海に入ることが本当に多くって、あとは自然と触れ合う機会も多いんですね、普段。っていうのもあって、こう環境問題に興味が湧いて、そこから自分で調べたりとか、あとは本を買って読んで勉強したりとかしながら、こう自分で今何ができるのかなっていうのをずっと考えてます。で、こう専門家なわけでもないし、本当にいろいろ知ってるわけでもないんですけど、こう少しでも多くの人になるべくこういろんなことを考えてもらって、少しでも多くの人に何か行動してもらえたらいいなっていうふうに思っているので、やっぱり何もやらないよりは何か一つでも多くの人がやった方がいいに決まってると思うので、だからこうビデオにして何か発信できたらいいなっていうふうに思ってます。本当にちょっとずつでいいので、なるべくたくさんの人が地球とか人に優しいライフスタイルにシフトしていったらいいんじゃないかなっていうふうに考えてて、私も最初こういうビデオを出すのを結構ためらってたというか躊躇していたけど、なんだろう、そうやって躊躇してる時間なんて全くないなっていうふうに気がついたし、その行動することに対してもそれに対して悩む必要なんてないなっていう風に思ったので、今回こうやってまたビデオにすることにしました。こう人間が今まで作り出してきたプラスチックって全部で約83億トンっていう風に言われていて、その83億トンのうちの約 76% がもうすでに破棄されているっていう風に言われてます。で、ほとんどのプラスチックは生物分解をしないので、今まで作られてきたプラスチックは今も全て地球上に残っているっていう風に言えます。誰しもどこかでこう海、ゴミだらけの海の写真とか、あとは海に住む動物たちがプラスチックのゴミによって亡くなってしまったりとか、こう苦しんでしまっている動画とか写真とかを見たことがあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、プラスチックってリサイクルされてるんじゃないのって思う人いると思うんですけど、こう多くの人が想像するリサイクル、プラスチックのゴミがまた新しい製品に生まれ変わったりとか、何かの原料としてこう生まれ変わるっていう感じのリサイクル、これをマテリアルリサイクルとかケミカルリサイクルっていう風に言うんですけど、そういうリサイクルって本当は少ない割合でしか行われていないんですね。っていうのも資金がかかってしまったりとか、いろいろ難しい技術が必要だったりとか、あとはそれをやることにまた石油の燃料、たくさんの燃料が必要になってしまったりとかっていう理由があって、そういうタイプのリサイクルは少ない割合でしか行われていないみたいです。で、多くのプラスチックのゴミはサーマルリサイクルっていう、プラスチックのゴミを燃やして、その燃やした熱をエネルギーに変えていくっていう、正直ちょっとリサイクルって言えるのかなっていうような方法で使われています。もちろんそうすると温室効果ガスが発生して、それは地球温暖化につながっていくっていうことになります。だから人間が生み出したプラスチックっていうのは自然に帰るとしても100年から500年ぐらいかかるって言われてるんですね。と言っても全くプラスチックを使わずに今生きていくことってやっぱり難しいと思います。だけどこう完璧じゃなくても、なるべく多くの人たちが少しずつ取り組んでいくことに意味があるなっていうふうに思うので、こう今日の動画参考にしてもらって、何か取り入れられることがあればぜひ取り入れてみてほしいなと思います。じゃあまず一つ目の行動から紹介します。一つ目はこちらです。じゃん、マイバッグです。もうね、これはやってる人たくさんいると思うんですけど、まあ一番オーソドックスなゴミを減らす方法だと思うので紹介します。で、このマイバッグ、この布のやつ、これは 3COINS で購入しました。で、以前紹介した動画ではホールフーズのバッグと、あとはこの
IKEA のカゴをバッグとして使ってたんですけど、ちょっとこの持ち手のところが短いタイプなので、冬のアウターだとちょっとね持ちにくいなって感じたので新しいのを購入しました。でこういう布のタイプだと、なんだろう、ずっと持ち歩いてて急に買い物するってなった時とか、こう予想外の買い物の時に広げて持ったとしてもおしゃれな感じで持てるかなと思ったので布のタイプにしました。いっぱい柄がついてるのとかだとちょっとファッションの邪魔になっちゃう時もあるかなと思うので、こういうシンプルなやつだと使いやすいかなって思います。でもちろんこれはこうボタンがついてて、ここ袋になってるので小さく畳むことができます。本当に便利だし誰でも簡単にできることだと思うので、ぜひぜひこれやってみてください。マイバッグです。はい、次2つ目はこちらです。じゃん、エコボトル、マイボトルを持ち歩くっていうことです。でこれは私がずっと愛用してるハイドロフラスクっていうボトルです。これは本当にいろんな種類があって、大きさとか色とか蓋の種類とか、ストロータイプとか、こうパカって開くようなタイプとか、これは大きく開くものなんですけど、そういうのもいろいろあって自分の好きなようにカスタムできるので、本当にこれ使いやすいのでおすすめです。で温かいものはずっと温かいまま飲めるし、冷たいものはずっと冷たいまま飲めます。これは私必ず毎日持ち歩いてます。でいつもこうカバンを持って反対の手でこれをこうやって持ってます。カバンに入れるとちょっと重たくなっちゃうかなと思うので、私はこれをいつも手持ちで持っています。もし街で私を見かけることがあったら、きっとこうやって手でプラプラ持ってると思います。一度これを持ち歩く生活に慣れちゃったら、もうペットボトルを買うことって本当になくて、私はもう何ヶ月もペットボトルの飲み物は買ってないです。こっちの方が美味しいし嫌になってきます。ペットボトルの飲み物を買うっていうのが自分の中で本当に嫌になってくるので、一度これを使ってみてほしいなと思います。これじゃなくても本当に何でもいい、自分の好きなお気に入りのボトルをぜひぜひ持ち歩いてみてください。はい、次3つ目、これは今一番お気に入りのアイテムです。これ見たら欲しくなる人絶対いっぱいいると思います。じゃん、こうやってやると広がるマイカップです。でこれはストージョっていう名前のものです。ストージョっていうブランドのカップで、私白にしたんですけど黒とかいろんな色が他にもありました。でシリコン製のカップで、ちょっと触るとこんな感じで柔らかい感じになります。だからこれを使わない時はこうやって押し込んであげるとこんなにコンパクトになるんですね。手のひらサイズぐらいになります。で私これを毎日持ち歩いているので、カフェでこうコーヒーを飲む時のためのボトルをこれと同じようなのもう一個持ってくと、結構重かったりとか、場所取っちゃったりとかして現実的にちょっと難しいかなって思って、何かこう折りたためるようなタイプのカップがないかなって探したらこれを見つけました。で私は普段カフェに入って仕事したりとか作業したりすることが本当に多くて、本当によくカフェに行ってコーヒーを飲むので、これは毎日必ず持ち歩いてます。自分のカップを持っていきたいけどちょっと邪魔だなとか重いなって思っている人絶対に多いと思うので、よかったらねストージョを使ってみてください。みんなでこれお揃いにしましょう。はい、次は行動というより、お店の紹介をしたいと思います。じゃん、こちらのお店知ってますか？エコストアっていうお店です。でエコストアって、台所用の洗剤とかランドリー用の洗剤とか、あとはボディーソープとか、あとシャンプーとかリンスとか、そういう石鹸をたくさん取り扱っているお店です。で私は今これはマルチクリーナースプレーって言って、床とかキッチンとか机とかをこう拭き掃除をするときに使う、どこにでも使えるスプレー、あとはこういう固形の石鹸、あとはちょっと今持ってきてないんですけど、これぐらいの
容器に入ったボディバターを今使ってます。でこの容器なんですけど、この容器が二酸化炭素の排出量を減らしながら 100% リサイクルができるサトウキビが原料になった容器なんです。ちょっとそういうの聞いたことなかったんで、知った時は結構驚きました。あとはね、エコストアってお店が、私が知ってるところだと恵比寿に大きいお店があるんですけど、リフィルステーションって言って、こう大きな瓶の入れ物に洗剤がいっぱい入ってて、自分の好きな容器とか、あとは一つ目に使ったこの容器を持って行って、そこにリフィルでこう入れてもらう量り売りができるお店なんです。日本ってあんまり量り売りができるお店ってないかなって思うんですけど、そういう洗剤とか生活に絶対必要な必需品を詰め替えで買うことができます。普通に自分がの家に余ってる瓶とか、なんか余ってる容器とか何でもいいんですね。それをお店に持ってって、それを量り売りすることができます。本当にもっとこの量り売りができるお店がたくさんできたらいいなっていうふうに思うんですけど、あまりね今のところ日本では多くはないと思うので、このお店を紹介したいと思いました。であとはまあこういう感じで、最近は固形石鹸に切り替えていってて、これはエコストアのものなんですけど、普通によくある赤いカウブランドの固形石鹸を使ったりとか最近はしてます。最初はこうボディーソープとかから固形石鹸に切り替えていこうかなっていう風に思ってて、やっぱりねそのリフィルするにしても、新しいものを買うにしても、容器とかそのパックが絶対にゴミになってしまう、プラスチックのゴミになってしまうと思うので、固形石鹸は本当にいいと思います。はい、このエコストア、もし近くに店舗がある人がいたらぜひ見てみてください。次に紹介するのはこちらです。じゃん、これ前紹介したことあったかなと思います。スタッシャーというものです。シリコン製の入れ物で、蓋が完全に密閉することができます。だからジップロックの代わりとして私は使ってます。サンドイッチを作った時にこれに入れて持ち歩いたりとか、あとは普通に生物を入れたりすることもあるし、熱いのも大丈夫だし、凍らせるのも大丈夫だし、電子レンジに入れるのも大丈夫な、すごい素材でできてるので本当に何にでも使えます。ポーチとして使うような使い方もできると思ってて、例えば旅行行く時とかにいろんな小さい容器に化粧品とかシャンプーとか持っていくかなって思うんですけど、それをジップロックの袋に入れるんじゃなくて、こういうものに入れてあげたりとか、ね、こうこぼれてほしくないもの、こぼれそうなものを入れるのにすごくいいと思います。こぼれる心配も漏れる心配もないので、そういうね場面で必要だなと思う人がいたら使ってみてください。スタッシャーというものです。最後はこちらです。じゃん、こんな感じの、これはエコラップというものです。本当に私普段すごい使いまくってるので、めちゃめちゃシワシワですごい使用感があるんですけど、これはラップの代わりとして使えるものになります。蜜ろうが原料となっているものなので、蜜ろうラップっていう風に言われたりもします。今これ実際にこの中玉ねぎが入ってるんですけど、こんな感じで残った玉ねぎをこれに包んで保存してます。普通だったらラップに包んで保存したりすると思うんですけど、その代わりにこれを使ってます。蜜ろうでできているので、ちょっとペトペトベトベトするような感じがあって、そのベトベト感がこうぴったりラップ同士をくっつけるような役割をしてます。だいたい1年ぐらい使えるっていう風に言われてるんですけど、ボロボロになって使えなくなった後は完全に自然に返すことができます。でこれ1年も使えるので、普通のプラスチックだったら、プラスチックのラップだったら1回使ったりしたらもうそのまますぐゴミになってしまうじゃないですか。でもこれだったら1年も使えるので、多分もう何百回と使う機会があると思います。本当にその差って本当に大きいと思うので、本当におすすめなので、なるべく多くの人に手に取ってもらえたらなと思います。こんな感じで今日は6つ紹介しました。で何かね全部じゃなくてもいいので、自分の中で興味があるものがあれば
これだったらできそうだなとか、やってみたいなっていうことがあれば、ぜひぜひ取り組んでみてほしいなっていうふうに思います。こう海とか自然のことを好きっていう風に思ってるのって私だけじゃなくて、絶対たくさんの人がそうやって思っていると思うし、地球のことを大切にする気持ちっていうのは誰しも必ず持っているものだと思うので、やっぱり少しでも考えてもらって、何かできることをこうやってみてもらえたらいいなっていう風に思ってます。で、私はもう本当に自然とか海とかが好きなので、そういったところのこう良さとか、こんなに感動できるんだよっていうのも一緒に何か伝えていけたらいいなっていう風に考えてるので、何かこれからこう形にしていけたらいいなっていう風に思ってます。はい、ではちょっと長くなったかなと思うんですけど、今日の動画はこの辺で終わりにしていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。